はい、皆さんこんにちは。ファミリー空海です。今日はですね、以前もつ煮作ったという動画がありましたよね。まああの時も美味しくいただきました。でも確かあの時修正点が何件かありましたね。パッと思い浮かべるだけで2点。一つは少しちょっと重臭い匂いがちょっと残りました。あともう一つは全般的にもつが硬かったです。なんで今回、まあ、作るにあたって、まず前回は2回煮こぼして、それから、調味料とか入れて鍋でだいたい30分ぐらいですか煮て、それで作ったんですけども、今回は煮こぼしを3回、それで終わった後に、まあ、調味料とか入れて圧力鍋で30分から40分煮たいと思います。で、煮終わった後に最後具材ですね、前回使ったごぼう、キャベツ、ネギを入れて、それでまあ煮ていきたいと思います。で、まあこれでまあきちんと重臭さが取れるかどうか、あるいはもつが本当に柔らかくなるのかどうかということを検証していきます。それでは調理にかかっていきたいと思います。ただまあ今回は調理まあ映さなくても、まあ大体前回と同じなんで、ほとんどがなんで、いきなり試食ということになるかと思います。それでは今しばらくお待ちください。はい、出来上がりました。こんな感じですね。まあいろいろなもつ前回と同じ材料を使っています。そこで今回ちょっと待ってくださいね。そこで今回はちょっと材料をまあ少しだけ説明したいと思います。材料をどんなの使ったのか、ちょっと待ってよと、こうか、すみません。まずまあ先ほど申し上げた通り3回煮こぼします。でもつ 600g 入れて、でまあ3回に煮こぼします。それでそれを圧力鍋に移して、でまあ水からまた煮ます。でもうこの段階で味をつけちゃいます。具体的には味噌、豆板醤、あとニンニク、すりおろしのニンニクと、あと本物のニンニク、本物のニンニク6片ぐらい入れたかな、 6かけらぐらい入れて、んで、あとは生姜、まあまあすりおろしのチューブの生姜で、あとは玉ねぎ入れました。玉ねぎ1個入れました。で、あとまあ調味料とか、まあ入れましたね、まあアサリの出汁の素みたいなのがあるんですよ、それをまあ入れて、それで30分って言いましたけども、結局35分やりました。で35分やって、で私よく圧力鍋で何分とか言いますけども、あれは圧力鍋、まあ、蓋して、それで、ね、勢いよくピーって、ね、音出るじゃないですか、水蒸気がバーって出るじゃないですか、それができてから30分です。入れてスイッチオンにしてから30分じゃないですよ、ピューってもう中がもうグズグズになった状態で、それから30分です。でまあ30、今回35分やって、それで終わったら、今度は具材ですね、キャベツ、ごぼう、ネギを入れました。まあ最初にまあ硬いやつから、ごぼうですね、ごぼう最初入れて、で5、6分煮て、それからネギと、キャベツ入れて、でだからプラス10分で、今回は合計すると、45分ですか、圧力鍋30分、で、まあ、普通に10分、合計45分煮ました。で出来上がったのがこれです。で今回前回は確かアサリの出汁はアサリ出汁しか入れなかったんですけども、今回普通のカツオ風味の本出汁入れたんですよ。そうしたらちょっと汁だけ飲んだんですけども、なんかちょっと味噌汁っぽくなりましたね、辛い味噌汁みたいな、そんな感じになりました。ではちょっと食べてみたいと思います。もう見るべき点は2つですね。匂い、重臭い匂いがなくなってるか、あとは柔らかいか。では食べてみたいと思います。
前回よりはまあ柔らかいです。前回よりは柔らかいけど、まあすごいホロホロというわけじゃないですね。でちょっと弾力がちょっと残ってな、でも前回よりも柔らかいな、もうすぐ、まあ噛み切れるような感じですよね。じゃあともう一つ食べてみたいと思います。なんて名前かわかんないですけどね、これなんて名前かわかんないですけどね、これ、なんですかね、これ、で、食べてみたいと思います。確かに柔らかくなってます。匂いも前回に比べてグッと抑えられてますね、じゃあとまた別な種類のこれ、名前ちょっとわかんないですけど、今食べたのが前回一番こう弾力のある硬かったやつなんですよ。あ、全然柔らかくなってますね、やっぱり圧力がまあは痛いですね。この柔らかくなってるともう匂いは全くないです。やっぱり3回にこぼして正解です。2回じゃちょっと足りないかもしれませんね。ちょっと汁を、美味しいいや、これは美味しいですね。いや、前回のずっとバージョンアップしましたね。もう、いやー、美味しいです。では、ちょっと、またいつものように食べることに集中していきたいと思います。それで最後にまた総括したいと思います。はい、食べ終わりました。いやー、美味しかったですね。やっぱり3回湯がく、もう本当に臭さがなくなりますよね。全く臭みがなかったです。あとまあ35分圧力鍋でやったんですけども、あとまあ10分増やしたらどうだったかなっていう感じがあります。45分です。そうするとホロホロになっちゃって、むしろもうもつらしい歯ごたえがなくなっちゃうんじゃないかなっていう感じはありますけどね。でもまあ歯の悪い人とか、いや柔らかいの食べたいっていう人は45分の圧力鍋でグツグツ煮てもいいんじゃないでしょうかね。まあ私はもう35分、まあせいぜい40分ぐらいですか、まあそれぐらいでしておいておきたいなと思います。で前回の動画で、まあ、もつ鍋はヘルシーだっていう話少ししたんですけどね、やっぱりもつ鍋は、まあもつ煮ですね、もつ煮込みもつ鍋作るときやっぱり野菜重要ですよ。まあとりあえず匂いの強い野菜を入れるんですよね。ごぼうだとか、今回ごぼうだとか、あとネギ入れましたね。ニラも入れてもいいんじゃないですかね。もう本当もう出来上がる直前にニラパって、それでも全然美味しいと思います。ああいう匂いの強い野菜を入れることによってまたなおさら重臭さが、まあ、消えてしまう、軽減されてしまうということで、まあヘルシーだし匂いも消える、一石二鳥の効果あると思います。いや本当にヘルシーで美味しくて、いや前回の動画上げるまではもつ鍋、あんまりもつ鍋とかもつ煮込みとかあんまり好きじゃなかったんですよね。でも今回、安い、まあ、お肉、まあ、まあ安いもつ肉、まあ、買ってきて家で調理して十分美味しいということが分かりました。皆さんも圧力鍋があればもう本当に簡単にできるんでね、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアーナ。